さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみの村井と M の火曜レッスンの時間となります。めっきり新潟の方の寒い時期になりましてね、毎日雨模様でございますけれども、皆さんの地方はいかがな感じでございますでしょうかね。今日、新曲案内をレッスンするのは中村美津子さん。中村美津子さんも結構カラオケファンが多いと思います。今回は夫婦っていうひらがなで、タイトルになっております。作詞の方は安岡直樹先生、作曲谷川天竜先生、ちょっと新しい名前かもしれませんけれどもね、最近新しいそういう新人の方の作詞作曲が多くなっております。発売日が10月のもうすでに11日発売になっておりますんで、もうすでに歌っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、これから覚えようとする方に対しての対象のレッスンでございますんで、まあ、覚えた方はまあ、ね、本人の歌を聴いてしっかりまた修正をしてくださればよろしいかと思います。じゃあそれでは72回転になっておりますね。全体的に夫婦っていうことですから、まあ明るい雰囲気でほのぼのした感じで、ちょっとね雰囲気を作りながら歌ってくださればよろしいかと思います。じゃあそれではワンコーラス不在でございますけど、一度ちょっとこう半音上げでちょっと歌わせていただきます。キーが非常に低くなっておりますんでね、よろしくお願いします。
声が低くなりますからね、気をつけて。男性用だと声が低いところは消えてしまいますね。じゃあここからいきます、はい、心を結んで西から行きましょう。はい、西の糸にこの手を引かれ、心を結んだうぐれて。ここから行きます。今じゃ思い入れ涙の川もね、今じゃポンポンポン思い入れ思い入れ、やや強めですね、ここのとこはね。今じゃ思い出うれしで涙の川も涙ちょっとはい、いっぱいかけたのの、ここで高い音です。のでカーブスキップ、川もね、このあのいわゆる音程よく気をつけてください。じゃあ行きます。はい、今じゃ思い出
それではワンコーラス一度通して歌って、次からフルコーラス参りましょう。